どなんとかなりますよね社長。聞いてますか。窓から日が差して朝が来たことに気づく。食べ物は何もないのにまだ仕事は終わらない。いつもの隠れ家で秘密のお菓子を食べてる。大人にバレなきゃいいのさ。なんて考えてても夢が覚めたらほら駅のホーム端っこが空いてるから。近くで皆さんの歌詞と会社そのまま持ちながらに今日も読んだら聞きながらね。いや楽しいことや悲しいこととかが全部固まりになって曖昧を覆って、そこだって我が物顔して本当厚かましいね。まあそういうもんでしょ。怒ったり泣いたりでお腹が空けば甘いものが食べたいから。大事な書類はまだ見つからないままでいる。